馬市うるわし、奈良とは、東海旅客鉄道が2006年から展開している、奈良観光のキャンペーン並びに CM である。本項目では、このキャンペーンの関連番組として、BSTBS で放送されている、旅番組、奈良不思議旅図鑑についても記載する。2010年の平地路線と1300年記念事業を前に始まった。開始当初から2016年までは、今、 再びの奈良へのキャッチコピーを用いていた。テレビ CM では、過激、イーゴリ公よりだった、無との踊りを使用している。なお、そうだ京都、以降、とは異なる。代理店により制作されているため、雰囲気は大きく異なる。以下に、キャンペーン順に取り上げられた辞社を表記する。東大寺二月堂、お水取り。なお、ポスターでは、大仏編と東大寺円形編もある。 薬師寺の斎藤、東東法流寺幸福寺のアシュラ像、五十頭と、猿沢池、最大寺かすが大社室う寺あスカ、石、舞台、天かしの宮からの円形、電圧海田武器具跡、と、イルカクビズカ、亀石、猿石、飛び石、坂船石が取り上げられている。平城系、平城具跡と及び、須作門。CM では CG で再現された平城系が映された。 疑学が使われている。東昇大寺、岩神和城が建設。千住間の音律像が取り上げられている。なお、JR 東海は、奈良県に路線を持っておらず、乗り入れ列車も、カスガの2006年3月の廃止以降は、運転されていない。また、JR 東海が計画を進めている、中央新幹線は、基本計画で、奈良市付近を通ると定められているものの、 名古屋市政の具体的なルートは決定しておらず、奈良市が京都府と接していることから奈良県を通らない可能性もある。一方、近畿日本鉄道と協力的であり、近鉄京都線が京都駅で東海道新幹線と接続していることもあり、かつて JR 東海と JR 東日本が発売していた奈良、大和自由切符では奈良県内の JR 西日本線だけでなく、 近鉄線の指定区間も乗り降り自由となっていた。ちなみに、近鉄の駅構内や車内、雑誌媒体においては、本キャンペーンの広告を二社共同で出稿しているものもあるほか、JR 東海の馬市うるわし奈良のウェブサイトでは、近鉄電車の奈良情報サイト、奈良大和寺へのリンクバナーが貼られている。ただし、前述した本キャンペーンの広告で取り上げられた名所の中で唯一、 法隆寺は JR 西日本の法隆寺駅が最寄り駅となっている。このキャンペーン以前にも今奈良にいます。というキャッチコピーのシリーズが1993年から2001年まで行われていた。その中で2月堂のお水取りは1994年にも取り上げられている。奈良不思議旅図館は2016年4月13日から BSTBS で放送されている旅番組。東海旅客鉄道の一社提供。奈良県内の名所にまつわる不思議を毎週一箇所につき一つ取り上げる内容となっている。このキャンペーンでビジュアル展開した名所が紹介されることもある。過去の放送内容は公式サイトを参照。番組終了前には、うましうるわし奈良の CM が放送される場合がある。 なお2019年現在、JR 東海の CM が全国放送される唯一の番組となっている。なら不思議旅図鑑に関するカテゴリー。ありがとうございます。